言葉と意味のの構成性の話をしていますで今日はその3回目で理論とモデルという話をしようというふうに思いますえっ、ー、と前回小学生の算数を例にしてあのルールの世界と例えの世界という話をしましたえっ、ー、とどういう話かっていうと例えばその足し算のルールっていうのはえっ、ー、とこれはいろんな例えで説明ができる あるいはある、あのーまあ、小学生でしたら、まああのー、6年生になると分数の掛け算とか分数の割り算って習うんですけどもそれも実は例え話で説明されますでも意外とあのルールの世界でルールで割り切ると非常に簡単なことになっちゃうんですけれどもでもそれは実は理由があって。 で、あのその背景にはあのある数学的な計算というのは、あのまあ、具体的なもので説明できるものだっていうのはとても大事なあの関係だというふうに思っています。で、今回話をする理論とモデルっていう話は、あの前回の小学生の算数のルールと例えのあのある意味数学的に。 あのきちんと述べたものだと思って構わないというふうに僕は思っていますでまあルールの世界に対応するのはこういうあの理論で例えの世界に対応するものはモデルだと思っていいと思いますである世界があってあの基本的な氷と1回の術語論理の演繹規則が与えられたとします こういう世界は理論の世界、あの、理論と呼ぶことにしましょう。で、この理論の中である命題が成り立つ、ある命題ファイが成り立つのは、この理論の中で命題ファイが証明される場合に限る。で、これはだから、あのー、理論の世界っていうのは、あの、ある命題っていうのは証明されるか否か。それが、あの、基本的な関心事ですね。 ただもう一つ別の世界がああるるんです。であるその世界では証明可能性じゃなくて真であること妥当性というのが問題になりますでその世界での原理というのはある命題ファイが真であることが何らかの理由で確認できるときそういう世界をあのモデルの世界というふうに考えます ちょっと分かりにくいかもしれないんですが理論の世界は証明可能性が中心概念ですねでこれはある形式的な延期ルールに従ってある結論が導かれるか否かってことが主要な関心ですもう一つモデルっていうのはある命題が正しいことが何らかの方法で示されればいいんですでそういう世界のことをモデルの世界というふうに呼びますで ある理論 t っていうのがあって、またあるモデル m っていうのがあって、で、この明大ファイっていうのは実は同じ式では構わないんです同じ形をしても構わないんですけれども、あのー、理論 t においてファイが証明可能であるならば、モデル m においてファイは真である。で左の証明可能性と右側の真である。あるいは妥当する。 というのが結びつけられていますこういう関係にあるとき理論 T はモデル M を持つあるいはあのモデル M は T のモデルであるというふうに言いますちょっと絵に描いてみましょうで理論 T とモデル M の2つの世界がありますで理論 T は命題ファイは証明,明可能のが中心的な関心です それは定期的なルールが与えられていてその下でそのメーダーファイが証明可能であるそういうのを理論の世界ですねもう一つのモデルの世界というのはこれはあの何も演績性とか証明可能性とは限らないですねある意味あの直感的に 死んだと思われることを含めても、あるいはいいかもしれません。まあ、デカルトだったら、名称性っていうか、そういうのは、心理概念で、含むわけですけれども。で、あるいは、あの、ちょっと、飛躍は実はあるんですけども、ある物理的実験によって、あることが正しいと認められる。物理的実験で、死んだっていうふうに認められるってことは、それは必ずしも、ある、 演劇的な証明によって証明されるということではないですね何らかのルールがその世界で成り立っていてその下でバイライフアイが打倒するでこれがモデルの世界これが実は対応するんだという話ですねでこれは実は前回見た小学生の算術の二プラス三は五になるっていうこれはルールの世界これは理論にあたります それから、3日にあるように、具体的な鉛筆が2本あって、容疑が3本あって、だからこれをあの全部で5本になる。これは例えの世界、これはモデルの世界というふうに考えればいいと思う。ですから、前回見たルールの世界と多数の世界をあの数学的に形式化してきちんと述べたものが、理論とモデルの関係になるということになっていいと思います。 でもう一回ちゃんと見てみましょう。で理論っていうのはあの証明可能性が大事ですね。モデルの世界ではある名題が妥当する真であるということがこれはあの何も演劇的なルールとは関係なしに妥当するものとして与えられればいいわけですね。でそういう時にあの。 まあ上の矢印を見てほしいんですけれども、モデルの世界からある意味、抽象化されて、演繹的な理論が出てくる、あるいは逆ですけれども、演、あ、繹、のー、的な、あのー、理論 T が成り立つ世界というのはモデル。で、同じものに見えますけれども、これは実は、まあそうですね、メーイ,イファイって同じ形をしてますから、で同じことを言ってるように見えますけれども、これはあの2つに、 世界を分けたというのは大事なことなんですね。で、まあ、なぜならば、まあ、一般的に、まあ、あの、前々回か、あの、語の意味を考えるよりも、文の意味を考える方が優しいって話をしました。あるいは、あれは言わなかったかしら。ある言葉の、あの、文章の意味を考えるときに、あの、他の言語と比較したときに、あの、その意味は、 あのより明確になるというふうに意味のはだから二つ二構性と言ったりするんですけれどもあの一つのものの中に二つの方向を指し示すそういう働きがあるんですね。でそういうものをはっきりあの理論とモデル二つの世界に分離してあのその関係で考えるのがあのがとても大きな。 語の二構成みたいな話いまあアグネ・ン・リーチャーズの意味の三角形にしろあるいはその,あのまあ意味いろいろ考えた人はいるんですけどその二つの性質があるってことはみんな気が付いていたんだと思いますけれどもこういう形で。 はっきり二つに分けて、その関係として考えるのが多分新しいんですね。で、これをですね、実は意味の、意味の世界との関係で捉え返すことができる。要するに理論 T があって、で、それにあの理論を満たすモデル M があるってことは、実はモデルによって理論が意味を与えられる。 でそういう解釈が可能になります。でモデルが理論に、M、意味を与える。でまあ、別な言い方をすると、理論の世界というのはシンタクティック、シンタックスが支配する世界ですね。でモデルの世界というのはその意味の世界だと思って現実的な、具体的な。 でそういういものが現に成り立ってる現に成り立ってるというのはあのこれはでもあの直感的には分かりやすいかもしれません。何々が真であるというのはあの何も数学的な概念を得なくてもある場合にはあのすぐに与えられるあるいはそういう命題があの現実に打倒しているというそういうのが。 あの意味の世界ということになりますである理論にモデルを与えることによってある理論の意味するものでそれが明確になるでモデルは理論に意味を与えるでこれはあの非常に大事なあの、まあ、今回のセミナーはあの、まあ、構成性っていうのはキーワードなんですけれどもあの 意味を考えるってことが、あの、一つの主題なんですけれども。で、そういう時に、このモデルと理論の関係をベースに意味を考えるのはとても大事なことだというふうに思っています。で、実はその理論とモデルの関係を最初に初めて述べたのはゲーデルです。これを、あの、すべてのモデルで真になる命題は、 一回の術語論理で証明可能であるという形で述べたんですけどもこれはあのゲーデルの完全性定理っていうふうに言いますでなんか間違えちゃうのゲーデルは不完全性定理じゃないかと思うかもしれませんがそうじゃないですね、まあ、不完全性定理は有名だしみんな名前ぐらいは知ってると思いますけどもまああれは数学的にはある種の行き止まりっていうかどん詰まりでそこから先進めないという形の定理むしろ あの二次世紀の数学とのそれからむしろ、あの、まあ、複雑さ理論がそうな,層なんですけれども、人間にとってそれがどうなんだというところで、むしろ発展していくんですけれども、完全性定理は違いますね。これから実はいろんな、まあ60、60あと少し時間があったら述べようと思いますけれども、いろんな形で、特にモデルを使うという方法によって、 新しい数学どどんどんんでできていくんですね。そういう意味では非常に重要なあ,のあまり知られていないかもしれない、まあ、あの知られてないっていうか不完全性定理があまりにも有名で不完全性定理のことはあまり知られてないかもしれないんですけれどもこれはとても大事なあの先ほど言ったあの理論とモデルっていう形の世界を考える最初の出発点になった 大事な定義でゲーム関連性定理は別の言い換えがあってある理論が矛盾を持たないならばそれにはモデルがあるんだこれも非常に大事なあの主張ですねでそういうふうにある理論に対してあのどういう条件を満たせばモデルあるいはどんなモデルが出てくるかっていうのが実はあのいろいろ研究されます 有名なのはレーベンハイムスコーレンの定理というのがあって、これも奇妙な定理ですね、あの理論が非加算ノードのモデルを持つならば、それは加算モデルを持つ、だからモデルというのは一位に決まらないんですよ。 モデルっていうのは単純に言えばそれがどういう要素を何個の,あの構成物からできてるかってことで濃度で簡単にあの特徴づけられる無限濃度なのか有限のモデル有限個のモデルの要素のモデルを持つそれは全然違うものですだけどそうじゃないんです無限を一旦超えてしまうとあのどんなにあの高い無あの濃度の,あのモデルで あるメーダーが成り立ってきたとしてもあの実は加算なモデルも持つんだというこれもとても奇妙なあのこれちょっと書いときましたけれどもでモデルがあれば加算モデルを持つでこれはですね多分僕のあの感じだと理論の世界っていうのはやっぱりあの基本はあの 言葉の組み合わせ、記号の組み合わせなんで、いろんな世界って基本的には先日めれば、あの、エニマアルブルっていうか、加算の世界なんですね。ですから、言葉の有限性って、可能的無限って言い方をするんですが、はっきり言えば有限かもしれないですね。だけど、可能的に無限になり得るっていうのが、あの、まあ、最初の、 我々が見つけた無限、あの加算な無限、あの無限まあ、自然層の無限ですね、でそれがあの実はあの言葉というのも一つの,あの大きな特徴でもあるんですがで、一旦加算モデルがあれば、実はどんな高濃度のモデルも実はあの存在しうる、同じように対して。 でこれは当然面白い。まあそれ逆に今ちょっとあの言葉の有限性っていうか言葉の可能的加算性のレベルで少し話をしましたけれどもあの言葉の持つ意味というのがあこれも無限ありますね。無限個ありますね。だけどあのどこまで無限なのかって言ったら実は限りなく無限でも構わないっていう話ですね。 で、まあ、今、あのー、ゲーデルの完全性定理が、あのー、理論とモデルの、あのー、最初の分離ってか、それを実行した、あのーあ、分離ってか、まあ、それは同時に2つのものの関係を示した、最初の数学的試みだ、みたいな話をしたんですが、実は、そうでもないんですよ。実はその前に、 あの数学の世界ではそういうモデルというのが理論に対して大きなあの影響力を持つ関係を持つということをあの実は気がついていたんですね。で代表的な例はあの非ユークリット幾何学の発見、まあ、19世紀の数学の大事件ですけれどもでロバチェフスキーとかボヤイとか活躍するわけですけれども。 ロブチェフスキー自身は、あの、第五工事を指定するっていうような形で、非ユークリッド機関を作成しましたけれども、ボヤイは、ユークリッド機関と相響機関の両方をパラメータに依存するような形で導く。で、これもでも実は、あの、幾何学にモデルを与えるっていう方法なんですね。 ででボヤイが、あのー、気がついたように宇宙の機関構造がユークリッド的かあるいは非ユークリッド的かでこれは数学推論では決まることはできないということに彼は気がつきますでそれは物理の課題だというふうに言うすこれはだから、あのー、ユークリッド 的あるいはヒュークリット的というのは数学的な演劇理論の世界の中じゃ型がつかない問題それはその理論がモデルとしている現実の物理世界の,あのその世界がどういう世界なのかっていう問題なのかによって決まるんだっていう認識これがヒューグリット幾学が成立した時に あの認識の理論としてはあ人、我々の人間の認識としては、それが一つの大きなあの結論だったというふうに思います。要するに、あの数学的な推論だけで決まる世界、まあ多分ユーグリッドたちは19、まあ、世紀までの数学者は、たぶんそういうふうに楽観してたんだと思いますけれども。 で、それだけは決まらない問題があるんだってことに、このヒーグリッド幾何学の成立を通じて、あの、そういうことに気がつき始めました。じゃあ実はあの、その後の幾何学っていうのは、例えば今、そのヒーグリッド幾何学の流れをまあ、まとめていくんですけれども、で、 かね、有名な「幾何学の基礎を成す仮説」という論文があるんですけれどもで,でそういう数学の中での,あの空間とかいろんなあの直線とか平行とかそれはあの要するに幾何学にとっては本質的に大事な規定なんですけれども。 でそれはあの好理という形であの与えられざるを得ないでその好理を支えているものが何かということはだからあの既学自体の中では触れられないんですねでそれがあのどれだけあの必然的なものであるかというのは既学の前提となる好理の中には見つからない でだから、あのリーマンのこの論文は、幾何学が扱う事実は、すべての事実と同じく必然的ではなくて、経験的に確実にあるにすぎず、それは仮説である。これは理論、あの要するに理論の中で仮定されたものだけれども、現実のそれが妥当するかどうかは、あのまあ、単なる仮説なんだという話。これもだから、先ほどのボヤイの話を、ボヤイの あの気が付いたことを明確な形で述べたものをですねまあだからそのリーマン期間っていうのはその大円期間と即興期間まあ俺はボヤ自身がパラメーターの違いとしてちゃんと解釈してるんですけれども実はその大円期間っていうのはあの実はみんな知ってたんですねあのギリシャの昔から地球が丸いってことは知ってて。で で、まあ、だから、今期間、あのー、進行ってゃったんだから、その即興期間の方にあるんですし。まあ、そっちも同じですね。で、片方は、あのー、三角形内閣の,のは。大気化って、あの、要するに地球の表面上の気化だと思えばいいわけで。三角形内閣の1八0度で大きくなるわけ。ぼえんが言ってる、そのパラメータってこれですね。まあ、端的に言うと、三角形内閣の輪を考えれば。 あの、片方は180で大きくなるし、で片方は180度小さい幾何学も可能だっていう話。まあ、これは後に、まあ、リマンたちは、そ、うん、の、極立だとか、あとはその、あとですね、アインシャインたちはもっと、あの、もう少し明確な、あの、規定を与えていくわけですけれども、で、要は幾何学には、 あのいろんなモデルがありうる、気学っていうのはそういう理論というのは一つじゃないで、それに対応するモデルによってさまざまだという話ですね。もう一度、もう理論とモデルの話で整理しますと、三角形の内角の和が140より大きい、そういう理論もあれば、三角形の内角が140小さい期間。 でこれをどういうふうに説明するかというと、それぞれに異なるモデルを対応づける。それができればいいわけですね。で、まあ、それは、あの、実は、あの、リーマンの整理を経て、それは、あの、20, 20世紀の相対性理論。まあ、今、三角形の内閣の,の話をしましたけれども、アインシュタインの場合には、まあ、あの、まあ、リーマンもそうです。軽量っていう概念で、 いろんな空間の性質。これはでもあれですね。あの、モデルの性質だと思えばいいし。で、あの、平坦な空間。まあ、と、あの、平坦じゃない空間。で、そういうものを整理して。これ大事なのは、あれなんですね。アインシュタインの相対性理論というのは、あの、現実の空間がどういうものであるか。まあ、そういう意味は、モデルの世界がある意味。 あの現実の空間がどういう性質を持つのかということをちゃんと考えようというそういう話それは理論の中で第五鉱順が証明されるか否かって問題とは全く独立ですねでそういうものとして平坦な空間まあそれはだからユークリット期間からミンコフスキ期間に変わるし まあ、いろいろなあの変化を経て、ニュートン力学というのは相対論に生まれ変わるわけですけれども。で、まあ、それだけじゃなくて、その、それは、あの、リーマン、リーマン幾何からアインシュタインの一般相対論までになっていく。で、これもだから、あの、19世紀の非育児化学の発展から、リーマンの整理を経て、アインシュタインたちがまた、 でこれはでも現実の、あのー、世界。これはだから数学には物理の対象ですね。物理学の大きな変革として、この流れは結実していきます。もう一つ、あのー、理論とモデルの関係を使って、新しいことに気づくというのをで、それは20世紀の半ば以降。 今、非ユークリック化学の話をしましたけれども、非カントロール的集合論というのが発見されます。で、これはです、ねまあ、いくつかステップがあるので、ここでもあの大事なあの役割を果たしたのはゲーデルですね。で、連続体仮説とのずっとゲーデル取り組んでたわけですけれども、だから連続体仮説を満たすあのと選択行理を 2つを見た集合のモデルを実際に構成して見せた。で、これを、このモデルの中では、連続体仮説が真であるようなモデルを作る。これも非常に大事な仕事です。これはだからある意味、あの不完全性定理ではなくて、完全性定理の,あ,のある理論が無矛盾ならば、 モデルをを持つということを使ってるんですねだから実際に連続体仮説が真であるようなあのモデルを作ってみた。でこれ実はあの、あの構成可能性っていうのを使います。これ実は今回あのテーマであるコンビショナリティも構成可能って訳すんですけれどもあのゲーデルのここでモデルを構成した方法はコンストラクティビリティ。 では、両にして同じになっちゃったの。これは V イコール L という仮説を持ち、あの、仮説ですね。仮説でいいでしょう。モデルを構成するのもいろんな原理が必要ななので、モデルも実は構成性を持つんですけども、これはまさに、ゲーデルが連続対仮説の矛盾性を証明したのは V イコール L。構成可能性を用いて、構成可能なモデルって、まあ、これも、あの、 何か意味があるのかもしれませんが、あのそういうモデルを構成してみせた。それが連続で仮説に対するチャレンジの第一歩です。で、この連続で仮説の矛盾性っていうのは、直接に連続で仮説を証明したものじゃないですね。で、集合論と連続で仮説は矛盾がないことを示したもの。 まあもっと強く言えば、あの連続体仮説、集合論の中では連続体仮説の否定は証明できないということ、それを示したことになります。ただ、もう一歩先があります、1963年に JP 公園があの連続体仮説の否定が成り立つモデルを構成した。 単に連続体仮説は集合論ともあの矛盾しないというだけじゃなくて、連続体仮説が成り立たない世界があるんだということを、こういうのは示しました。で、まあ、先の芸の結果と合わせて、連続体仮説というものは集合論の効率が独立である。これは全くあれですね。19世紀の非ユークリート幾何学の発見とパラレルですね。 でまあ、19世紀の場合には平行線交流というのがその役割を果たしたんですけどここでは連続体仮説が実はあの成り立つ連続性仮説が成り立つ世界もあれば成り立たない世界があってもいいで、まあ、連続性仮説は集合論の交流群から証明できない、まあ、そういうのが独立であるという。 ししまますけれどもあのそういういことが明らかになりカントールは生涯あのかけて連続大仮説を証明しようとしたあるいはヒルベルトはその20世紀の数学が取り組むべき課題の筆頭に連続大仮説を抱えたんですけれどもそれは無理なことですなぜならば集合論あの集合論の降理群から 全く独立、否定も導かれる、肯定だけじゃなくて否定も導かれる、そういうものだということが明らかになりました。で、まあ、ゲーデルはだから、あの連続体仮説が成り立つ集合論のモデルを作りました。これがだから、あの連続体仮説は無矛盾だということの証明になるわけです。で、コーエンは連続体仮説の否定が成り立つモデルを構築しました。 で、これで連続体仮説が、集合論のコーリングからはあの、証明できない。独立したものであるってことが証明された。で、これは、あの、非常に大きな、あの、結果ですね。で、19世紀、20世紀の数学史上の大発見のいくつか。まあ今、あの、2つ例をと、す19世紀の非ユークリット規学の成立。 20世紀の,あの JP コーエンたちによるあのカントール非カントロール的集合論の発見。でこれはあの、だから、ある理論、集合、まあ、論の中で証明されたわけじゃなくて、理論に対してそのモデルを考えることで見出される。でこれは非常に特徴的ですね。で 理論のモデルを考える。で、理論のモデルを考えるってことは、あの理論の意味するものを考える。それが実は、あの理論の大きな飛躍を生み出すということを知る、今はだから非オクリト期科学や非カントロール的集合論の話をしました。あの、だから1960年代、そのモデル論というか、モデルの方法を使っていろんなことが、あの、 ある意味爆発的にいろんな数学が出てくるんですね。あの単に非,あの非カントロール的集合論の発見だけには、例えば何がいいかな、まあ、例えばあの超潤回数、ロビンソンの超潤回数、まあ、イプロシロンシームは使わまなくても簡単に微積ができるぞっていうやつだと思っていたノンスタンダードモデル、あノンスタンダードアナリシスと言いますね。 その超純解析と訳しますけどもそれは要するにそれもあのあたあたモデルを与えることによってあの微積分の劇的な単純化がでできるんですね、まあ、それからまあ例えばいろんな論理があるんですが、まあ、クリップ系の「可能世界意味論」っていうのもその頃の時代に起きたことですね。これもモデル論 であと、まあ、一番でかいのは多分、まあ、の次回のセッションで話そうと思っているローベルのトポスですね、これは、まあ、ある意味、集合論の新しいモデルを与えたものと考えてもいいんですが、だら理論で何か証明する、それから本当に証明できるか否かという世界から、その理論のモデルを考えること、それによって非常に新しい可能性が生まれた。 これは、あの、とても大事なことだというふうに思います。で、でそれは実は数学の中だけに閉じなくて、で、まあ大体数学もそうです。まあ、あの、端的に言うと物理がそうなんですが、自然が理論のものであるというところで、で、そういうふうに考えると、実はある理論、 っていうのが、ある実在の理論として捉え返す。それは実はそれまでの,あの自然界自然観をひっくり返す。ということが起きてくる。自然観というのはある意味その理論の世界ですね。でモデルの世界そういう意味では、あの具体的で、わ、あのー、かりやすいってだけではなく非常にダイナミックにあの理論を生み出し、理論を変えていく。そういう力を持つということですね。 でまあ、そういう意味では理論とモデルの関係というのは単にそ、まあ、いくつか60年代の,あの大きな出来事を、まあ、モデルの,あの,あの,あのモデル理論ってモデル論の成立ともいろんな成果があるんですけれどもそれだけじゃないですねでそういうのと同じカテゴリーでくくられると思いますけれども あの物理の世界での新しいあの現実感とか世界観の獲得もやはりモデルあるいはその理論の相互関係の中で考えた方がいいというふうに思っています。ただ今述べたことはまだ数学物理の内部の出来事ですね。で理論とモデルの関係があの 意味の理論もっと広く強く言うと多分認識の理論の基礎だと僕は考えているんですけれどもそういう認識や話も明確だったわけではありません。でこれが明確になるのは多分次のセッションでお話しするあのローベルの多分ファンクタ・セマンティックという考え方がありますけれどもそれがあの一番最初に明確にシンタックスとセマンティックスの,あの数学的関係を明確にした。 で、そういうものだというふうに思っています。それについては多分次回お話します。